どうも、なおちんです。今日もバイオミュータントやっていきます。よろしくお願いします。今日は敵の要塞へ向かうっていうやつだね。行きましょう。これは、あ、敵ではないんだね。行きますね。あの上か。結構遠いな。どうやって行くの？あ、道なりに行けばなんとか、到着しそうね。おお、集まっとるな。太陽が出ているのはありがたい。シーフーに話しかければいいのね。彼はお前を待って。準備完了です。行きましょう。要塞をしっかり備えるといい。で、投石機飛行？え？あそこか。あそこに行けってこと？結構遠いぞ。まあまあまあ。これ落下ダメージとかないからね。確か。落下ダメージないよね。途中で攻撃したりすればいいもんね。わ、なんかいる、なんかいる。え、2体か。いいぞ、やってやる。あ、いった。2体ぐらいだったら、なんとかなるでしょう。しゃあ。おぶね。オッケー。よっしゃ。あいって。ちょっと待って、これ挟まれると結構きついぞ。ちょっと挟まれると、あー、これ見えない。まさか拠点攻め落とす前にこんな戦いがあるとは思わなかった。よしよし、絶対勝ってやる。だから重要なアイテムみたいなのも絶対落とすでしょ。危ねえ、危ない。よし、できれば、うわ、近接で行こうと思ったらダメージもろくなった。やばいやばいやばい、ダメージ食らいすぎ。ちょっと待って、1体にまずさ、危ない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 、やべえやべえ、1体に攻撃集中させないと。ああ。そんなにね、1体ずつだったら大したことないと思うんだけどね、2体になると攻撃が、いやー、よし、 OK、 もうちょい、あ、いった、危ねえ。よし、倒した。ちょっと待って、回復して、え、どこ、もう1匹回復しとるし、こいつマジか。いった。いや、おお、1対1だったら近接でもいけると思ったけど、そんな甘くないか。よし、オッケー、いけるね。オッケーオッケーオッケー、よっしゃー。パリやればめちゃめちゃダメージ入るんだな。あー、よっしゃ、嘘、パリやってるんだけどね、なかなか。よっしゃ、倒したっしょ。オッケー、いいね。ではではでは、行きましょうか。ん、なん、あ、帽子ね。なるほど、帽子を入手しただけか。あそこから飛ぶんと思ってたら違った違った、安全帽、ヘルメットか。ここまで取りに来たのね。じゃあ戻ります。よーし、ヘルメットもかぶったし、いけー。俺一人で行くんかい。あ、二人か。おお、ただの雑魚じゃん。ただの雑魚。もっと強いのがなんか、わらわらいるんかと思いきや。そうでもない。よっしゃー。よっしゃー。おっと、なかなかやるね。とにかく、集めていきたいところだけどね。集めてが難しいか。はい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 、ちょっと待って、銃のやつうっといな。よっしゃ、危ね、
おお、もうちょっと待って、銃のやつがうっとい。よっしゃ、銃のやつまず倒そう。 よし、こっちか。終わった、銃のやつ倒したね。頭蓋骨を割ってやれ。割ってやれ、割ったよ。お前だけだ。終了。次は天下具、天下具どれだ。もうずぶ濡れじゃないか。あ、これあれはファイアスターターだ。はい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 、これで干し草は簡単に火がつきそうだ。火を火がつけてやるんだな。火花を起こせばいい。この雨の中大丈夫か。あ、燃えてる燃えてる。で、ここが開くんでしょ。はい、開けちゃって。いや、開かないの？うん？あ、まだ？あ、ここも赤。光より明るく見えるな。よし、開いた開いた。いきましょう。ん？砦の警備兵。お、またザコが5体出てきたね。余裕余裕。全員銃かい。銃のやつはちょっと鬱陶しいな。おいおい、まあまあ威力がそんなないからそこは救われたね。よし、あと4匹。まずお前から。しゃあ、よっしゃあ、おしまいだ。 OK。 で、次どこ、この上かな。お、レベルも上がったし、いいね。ここか。おし、多分アイテムはクリアしないと取れないと思うから。おお、いや、おお、アイテムあった。まあクリアしてゆっくり取ってもいいね。まず1個、巨大ハンマーは門を突破するのにちょうどいい。これか、前もやったことあるよこれ。ゆっくりドーンドーンでするやつね。本番だ、ノックするだけで開くはずだ。よいしょ、巨大ハンマーだ。これ地味なんだよな。よいしょ、はい。さあ、前回ボスはね、説得したのよね。メトラトライブはこいつも説得できるのかな。自由を守るために尽力している、ね、彼らは各トライブが自立しながらも信頼し合える関係を作り上げることこそが生き延びる唯一の方法だと信じている。お、これし、いけそうじゃない、説得できそうだ。思っても見なかったが、団結よりも戦いを選ぶ理由などどこにもない。お、賛成だ。それは戦お前にトライブの運命と要塞を託すだけの理にかなった説明を聞かせてほしいそうだ。戦ってばかりいるが、こっちが成功率高いね。にはなれないと。でも リスクがある。まあリスクなしの方で行こう。お前を信用できないから、今ここで決着をつけたいそうだ。マジか。信用できないだと。強いんだろうな。まずこのザコちゃんから倒していこう。シーフー強いの。よし、はい、はい、まずザコ1匹で、まずはお前から行こう。ちょっとシーフーは引きつけといてもらっていいかな。 OK。 うん、あ、全然ダメージ与えれるよ。余裕じゃん。よし、おおっと、いつものやつは違うぞ。さすがボス だけはあるね。おう、あ、でもこれで投げれるんかい。投げてボコボコにできるんじゃん。投げるでボコボコにする。投げる、これ何、これ、ほぼはめてるような感じじゃん。はい、お、投げて投げていく。
おっおっと、やるね。よし、最後投げる。ああ、普通に攻撃で倒した。大したことないボス、こいつ大したことない。敵のシーフーは倒された。彼のトライブの運命はお前が握っている。もう降参しないからだよ。お前は彼らの運命を選ぶことができるが、その結果は良くも悪くもお前に返ってくる。はいはい。彼は敵のシーフーの処遇については、うん、もう仲間に入れてやりましょう。いるからに助けが必要な相手に手を差し伸べることはいい行いだ。これで光が上がるでしょ。隠してお前は運命の道を歩み出した。良くも悪くも後戻りはできない。はい。彼らは共に、後戻りしないよ。世界の秩序と安定が再び成り立つまで。彼は他のトライブがこの戦争には勝者がないと悟ったという知らせを受けた。まあ残りのトライブね、あと3チームぐらいいるのかな。残りのトライブなら彼らを団結させられると感じている。はいはい。お前の努力が功を奏したのは明白だ。ようやくトンネルの出口が見えて。それでお前は今すぐ戦争を終わらせたいか、それとも聖戦を続けるか。え、なになになに、団結するを選んだら、なんか残りの3チームと仲間になった感じ。え、なにこれ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 。あ、なんかまた新しいメインクエストが始まったね。うん。まあ、とりあえずまたね、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。